はい、皆さんこんばんは。広里伊藤ライブアットカサティオギネス、今日で25回目になります。スペシャルライブということで、初のドラマー来ました、大森ヒロ。イエー。あ、さすがハートマンさんが、お、始まった、こんばんは。 ありがとうございます。こんばんは。音出てないのかな。あ、今からね、ちょうどつけたところです。そしてベースはオンザベース、長谷川秀樹。そしてピアニスト、ここ来られる方では初の、ね、女性ピアニストになるんですけど、ピアニスト森永さとみ。そしてギターは伊藤ひろさとでお届けします。お願いします。もうね、また宣言が伸びるとか伸びないとかいろんな話が出てますけど、もう配信ライブならそんなこと関係ないよという感じで、もうとうとう4人で来ちゃいました。まあ、いろいろ見られてる方ね、あれマスクしないと大丈夫かなと思われてる方も、さっきもその議論5分前までしてましたけど、まあちょっとこのスタイルで今日はやりますんでね、見守っていただいて、万全の対策でやっております。さあ、あ、来た、出てないです。あれ、出ましたかね。あ、大丈夫です、音 OK です。来ました。あ、超絶技巧さんもいらっしゃいませ。いつもの方々がお集まりいただきありがとうございます。じゃあ早速1曲お届けしようと思います。僕のアレンジした I Remember You というですね、スタンダードナンバーお聴きください。Thank you.
うございます、I Remember You をお届けしました、皆さんどうでしょうか。初のカルテット、ギターカルテットのサウンドどんな感じでしょうか。よかったら感想とかね言っていただけたら嬉しいです。ちょっとねモニターこんな感じで見る感じなんですけど、呼ばれてないのでじゃじゃじゃん、あ、ハートマンさんいつもありがとうございます。アリオさんもいつもありがとうございます。こんばんは、昨夜に引き続き森永を、里見トリオの配信ライブ見てます。今夜はギターも入ったカルテットいいですね。お、やった CT110 さんが続いて来てくれました。すごいですね。ゆっくりね楽しんでいってください。だいたい1時間ぐらいね演奏を続けようと思ってます。あ、こちらもそう、あのダブルで配信してるね両方で。わ、音がいっぱいあるってびっくりしてます。あ、よかったバスドラとベースとピアノの低い音が重なるからなあ、おーすごいって感じあります。新鮮、あ、よかった。やっぱねジャズこれなんですよね結局いつもの編成も僕すごい楽しいんですよ。もちろんソロギターでやったりデュオでやったり3人でやったりしてるんですけど、やっぱドラム入ってね、でやっとこうなんかジャズのすごくなんか深い面白さみたいなのがより強調される感じがすると思います。でストレートな雰囲気でね。なんで今日もあの2つのチャンネルから配信しております。僕の方のこのクイーンクランスチャンネル、そしてもしね興味ある方は概要欄の方の一番上にねカサディオゲネスさんのあのチャンネル載ってます。それ入っていただくとなんと4台のカメラですごい高画質の配信しておりますので、今2つ合わせると20人ぐらいの方が見てくれてるのかな。そちらの方とね両方行ったり来たりしながら見ても楽しいと思います。まあ、常にね全体の画面見たいって方はこっち、時々誰かのドアップ見たいなって方はねあのピアノの方にも今日ちょっとカメラ1台置いてもらったんで、ピアノのこの手元の方とかね、やっぱ手元見たいって方結構いらっしゃるんでね、あのドラムの手元は多分映してくるのでね、こうねとか映ったりとかするので、そういう風に臨場感ある映像見たい方はそちらでぜひ、楽しんでみてください。さあ、長谷川さんは実は1回も出演してもらってます。2人でやりました。で今日はちょっとマイク1本しかないので、これであの僕が基本的に MC するスタイルに なりますね。でちょっと皆さんの声聞きたいと思うんですけど、まあやっぱりこう昨今の状況もありますんで、ちょっとやっぱりねシェアするっていうのはあんまりなので、まあ、どうしてももう死ぬほど聞きたいってコメントに書いてくれたら、もしかしたらそうそうあのね答えてくれるかもしれないですけどはい、そんな感じでやっていこうと思います。そして森田さんもさっき言ったように初出演という感じで、どうですかこのスタジオ。こう元森山区なんですよここね。うん、あ、そうか、言葉通じないからね今振っちゃったけど、まあ目で今伝えられました。 いいとこって言いたいんだけどマイクないからっていうね伝わりましたけど、いいとこってことですよね。そう、あのうなずいてくれますんで、皆さんあのうなずいたり首振ったりとかはしてくれるんでね、それで楽しんでください。大森さんはあのここで PV 一緒に撮ったんですよ、あの広里伊藤カルテットでね。でその後から初ということで、そうドラマ初なのでね、そうおもろいですか、どうですかこの感じ。うんうん、うん、あ、そう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 、まあ、近所の問題はどうなるかってことで、今日結構ねそういうのももういろんな緊張感を背負ってやってます。なんですごいね楽しんでいただけたら、もしかしたらこの1回で終わる可能性もあるというすごい臨場感の中やっておりますのではい、まあそんな感じでね今日もお届けしていこうと思うんですけど、あとでねいつもやってるコーナーもありますんでね、2曲目に僕がお届けする、あ、僕らがお届けする曲はですね、リー・コニッツという、素晴らしいプレイヤーの方がまだ生きてますよね。ん、あ、ごめんなさい間違えました、間違えました、もう完全に、もう一曲ねちょっとライトなスタンダードをちょっとね楽しんでいただきたいと思います。キャンディーを聴きください。
キャンディーをお届けしました。ちょっとごめんなさい、コメント。あれ、あら、間違えた。あ、そうそう、曲順ね。あの次の曲がサブコンシャス3という曲をお届けします。ハセチさん、来ました。花さん、いただきました。ハセチチャンネルからの使者がやってまいりました。嬉しいですね。あの、こんな感じでどんどんコメントしてくださいね。あ、キャンディー甘い、来ました。キュートすぎて照れる感じ。わ、すごい。リーコニッツはコロナ肺炎で亡くなって、え、あ、そうだ。そうでした。そうだ、そうだ。コロナ肺炎なんです。あのなんかちょっとタイムリーなナンバーをやることになるのかな。はい、皆さん雪は大丈夫だったでしょうか。あ、皆さんどうでした、雪は。あのちょっとじゃあこれは一つずつ答えていこうかな。皆さんでも地域的にはどうだろう。一番北に住んでるのはおそらく森永さんかな。結構積もりましたよね。もうあの天白、僕は住んでるんですけど、天白の方はちょっと積もりましたけど、どうでした北君。うっすら積もってた。それもう地面にも積もってました。あー、やっぱそうだ、うん。あ、じゃああんま変わんないか。いや、これ意外とね、この森山のこの辺り結構降るんですよね、意外と。そう、そう、ちょっと違うんですよ、やっぱり山寄りになると。そうそうそう、あ、そうか、そうですよね、近いから意外と変わるっていうのが面白くて、ここ気温もちょっとやっぱ寒いんですよね、なんかあの、そうそう、やっぱりあのマイナスイオンじゃない、あの木があるからかもしれないですけどね。そうそう、結構ね、名古屋は面白いですよね。そう、南側に行くとまたそれは違うし。で、長谷川さんはちょっと西の方ですね。僕の地元に近い弥富市の方。あっちの方はどうかな。そう、だから僕も昔からね、あんまり雪のイメージなくて、この愛知県ってそんなに降るイメージなかったですけど。で、もともと三重じゃないですか。三重と比べてどうです、愛知って。そんな変わらないです。それからやっぱ岐阜と愛知だいぶ違うんかな。うん、岐阜の人はもうね、今大変ですよ、多分。本当に。だって正直毎年迷いません？あのあれ買うか、そう、タイヤ、あのスノータイヤに変えるかどうか。買わない派です、僕ね。あれ一応チェーンだけ買いました、騙されて。あのカーショップの人に、いや、チェーンだけ持っといた方がいいですよみたいな。でも本当ね、ここ5年使った試しがない。あります、チェーンとかやったこと。あ、スタッド、やっぱそうか、スタッドですよ、持ってるんだ。雪の日は休むと言ってました。長谷川さんは雪の日休む。何もしないと。そう、仕事は全部キャンセルするっていうのが長谷川さんの、僕のスタイルじゃないですよ。僕今日マイク1本しかないから僕が喋ってるようになるんですけど、なるほど、スタッドレス買う金よりそっちの方がいいと。あれですね、あの本当にその目の前のあれしか考えてない。普通はその毎年そうなるからって言ってスタッドレス1本持っとくはずなのに。そう。いやいやいや、どこで気づいてんすかそれ。そのためなんですよ、蓄積なんですよ、蓄積。いや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 、顔で訴えるのやめてくださいよ、ちょっと。はい、あの長谷川さんはそういうスタイルでやられてる。僕はもう絶対休まない、あの休まないギタリストとして有名です。はい、ごめんなさい。パチパチウェイ、パチパチ来ました。はい、まあちょっともう一曲じゃあお届けしようかな。まあもしね、曲のこととか気になったこととか、今日はこうやって本当に4人でね、もういわゆるジャズの本当にセッションのスタイルでやってますんで、たくさん絡みながらねやっていこうと思います。もし気になる質問ある方はですね、僕がちょっとこう聞いて、僕が答えるって感じになっちゃうんですけど、あのメンバーに聞いていきますんで、どんどん言ってくださいね。はい、じゃあ、さっき間違えた曲、サブコンシャスリーお聴きください。
ェイ、サブコンシャス3をお届けしました。はい、ヤホイ、ウェイ、席数、ありがとうございます。前野さん、始めましたかな。そう、池の日はお休みなのですね。そうですねやばいですね、いろいろ言ってくれてます。長谷川さん、車買ったって言ってたような、あ、言われてますよ。だいぶ前に買ってます。綺麗なオレンジの買ってます。ポロ超かっこいいです。もうここでその話ずっとしてますから、車の話ねやたらとしてますから。そうそうそう、僕は最近ね、だから台車でスピード違反捕まりましたけど、皆さんやらないようにいや本当ね、ちょっとだけ言わせてもらうとね、僕気づいてたんですよ。もう本当に 150% 僕が悪いっていう前提で話しますけど、気づいてたんですよ。本当に絶対クラウンのアスリートじゃないですか。クラウンアスリートっていうトヨタの車があるんですけど、絶対それに警察の方々乗られてるんですよ。で、白のクラウンアスリートが左の本線走ってて、で僕は右側にいたんですけども、気づいてすぐ左入って減速してで行ったんですけど、ただこっからなんですよ問題は。でもう僕なんならそのすれ違った時に人相とか助手席に誰か乗ってるとかで、車の汚れ具合、服装全部見るんですよ。でそれでその人が本当に警察かどうかを判断した上で、もう一回アクセル踏むかっていうのを決めるんですけどまあそこはちょっとおかしいんですけどね。で僕はその判断した結果、あ、これはもうこんな人は絶対警察官じゃないっていう人だったんですよ。もうね、例えるなら本当もう昼下がりのなんだろうな、コーヒー一杯飲んだ後のおじさん、わかります？なんかもう本当に60年歳ぐらいかな、定年退職されて、もうあとは奥さんと二人で余生を楽しく暮らしましょうみたいな雰囲気で、でまあコロナ禍だけどちょっとまあドライブでも出かけるかって言って出かけて、でまあコーヒーの一杯でも飲んで帰るかみたいな感じ で、まあちょっと奥さんも心配するしさ、帰りはメニカン使って帰るかなっていうおじさん、もうそんな顔もそうなんですよ。顔も超もう蚊も殺せないようなすごいリラックスな顔のおじさん、昼下がりので、もう服装もなんか焦げ茶っぽいジャケットになんかグレーのスウェットみたいな、もうそんなん絶対警察官じゃないじゃないですか。でもさ、はい、おじさん2人でしょ。そう、そこは、はい、ポイント、いやポイントそこなんですよ。おじさん、今大森さんがおじさん2人って言ったんですよ。で違うんですよ、これね最近巧妙になってきて、助手席にもう乗せないんですよ人。そうで僕も助手席に乗ってないの確認したんですよ。で今後部座席に乗られてるんですよね、もう一方の席なんかで、バッチリ準備して待ってるんですよ。でもう僕はそんな感じのリラックスのおじさんを見たから、もうこれは絶対違うと思って、もう一回アクセル踏んじゃったんです。もう僕は悪いんですよ、僕は悪いんですけど、でそれでしばらく吹いてたら、もう早い、ものの20秒で、いつ着替えた、いつ青いコスチュームにそうめちゃくちゃ速いスピードでもう青いコスチュームで着てて、で、はい、止まってくださいって言われて、でもだから開口一番まず聞かれたのが、なんでお兄さん気づいて下げたのにまたガーって言ったみたいなでそれに対して僕がまず言ったのが、なんで服装なんすかと、なんで感じなんすかと、感じで来られたらそんなもう僕以外のもう 150% 騙されますよっていう風に言って、まあ、よくわからないって言われて、普通に2万5千って言われましたごめんなさいはい、そんなもどうでもいいですけど、また気をつけた方がいいですね、とにかくね。はい、これに対するコメント何かあったら教えてくださいはい、まあそんなのはいいっすわ。あ、すごいめっちゃ返してくれてるリオさん、ありがとうございます。警察官って昼下がりのコーヒー飲んだおじさんっていう人いますって一体警察官にどういう意味そうですね、いやなんかね本当、うん、まあ、気をつけてくださいね本当ね、すごい朗らかな警察官の方たくさんいらっしゃるってこということですね。そうそうはい、ごめんなさい。捕まえてほしい人ちょっとも捕まえないのに、いやーね、あーなるほど、一応僕をフォローしてくれたのかな。そうそうそう、まあでも僕は多分もうそろそろ捕まるかなとは思ってたんですよなんかちょっとねそうそうそう、まあ、逆にいい薬になりましたね捕まってね、うん、ごめんなさい。じゃあここでね、僕のオリジナル1曲お届けしようと思います。すごいたくさん2つのチャンネルで30人オーバー見てくれてます、ありがとうございます。3点引かれました。皆さん30キロオーバーで捕まると高速道路3点マイナスです、気をつけてくださいね、うん、2回やるともう免停っていうね、悲しんで。はい、みんなすごいね優しいな、このしょうもない MC に絡んでくれてはい、ごめんなさい。じゃあDays in the Past というね僕の、オリジナル曲、ここの配信では1回ソロギターでお届けしてるんですけど、今日はねカルテットでどんな感じになるか、ピアノの森永さとみさんをフィーチャーしてお届けします。お聴きください。
ありがとうございます。Days in the Past という曲をお届けしました。ちょっとたくさんコメントが来てますね。投げ銭2回チャレンジクレジットでしましたができます。ガイドも見たんだ。ごめんなさい。本当にあのノートの方で誰でもできると思うんですけど、どうかな。あ、会員登録とかはいらないはずなんですけど、どうかな。ペイパルなら何度でもできます。そう、ペイパルしたことなくて投げ銭の1の指定で、ゆかさん、でもね、僕ね結構更新してるから皆さん今日は誰でもいけるはずなんですけど、そう、メダルです。変えたら2回目同じ金額購入できるかもです。2回目購入されてます？もしかして2回投げ銭2回チャレンジ、あ、そう、2回目はね、ごめんなさい、同じ金額でちょっとできないんですよ。で更新しな待ってもらう感じなんですね。同じ金額が2回っていうのはできなくて、1回はできるんですよね。1回だったら大丈夫です。同じ金額で、まあ、1000円とかもし選んでいただいたら1000円っていうのは、まあ、今日はとりあえず1回しかできなくて、また次の配信の時にって感じなんですけど、そうそうそう、なんで、まあ、ちょっと今いくらの金額をね入れてくれてるとしてるのか分かんないですけどね。おかわり、そうそう、あの同じやつをおかわりはノートの方はちょっとできなくて、あの記事を買うって感じはちょっと不便なんですよね。そうなんで、あくまで、まあ、投げ銭基本的にあの500、1000、2000、3000並んでるんですけど、その中から1回だけですね選べるのは。あ、その中から、バラバラに選ぶことできるんですけど、同じものを選ぶのは1回だけっていう感じで、そうなんで、まあ、1000円、2000円と投げていただくとかっていうことはできますね。そうそう、バイプッシュでやる感じです。バイプッシュでって今言っていただきます。はい、すみません、ちょっとペイパルの方は多分あのスムーズにいけると思います。はい、捕まえてほしい人、ちょっと、あ、そこら見えましたね。はい、あ、こんばんは、素敵です。あ、よかった、 MM さん、ありがとうございます。はい、で、なんかありました？大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？うん、ちょっとここでね、いつものコーナー1個やりたいと思います。いつも1枚 CD を紹介してて、今日はせっかく初のドラマがさんが来てくれたので、重弘さんに1枚ね CD を紹介してもらおうなと思うんですけど、マイク渡していいですかね？大丈夫です。はい、はい、じゃあお願いします。皆様こんばんは。いつも どんな感じ、その CD を紹介する？もう本当にざ、もう僕1枚目の人とかは熱くなりすぎて、うん、メッセージ紹介してる人とかはだからめちゃくちゃ長くなっちゃったんですよ。ああ、なるほどね。まあ、そんな熱い思いがあるならもうあと残りの写真。いやいやいや。あの今日のね、出発する1時間前ぐらいに伊藤君から電話来て、なんか CD 持ってきてくださいって言われて、もうほんと久しぶりに段ボールのね、その棚の上の奥にある段ボールの CD の箱を出していろいろ探したんですけどね、あの僕はあのちょっと、まあ、ジャズじゃなくてもいいよって言われたので、このストロングスタイルっていうバンドがあるんですよ。これ名古屋のバンドで、知ってる？いや、知らない。あのハックフィンってあるじゃん、はいはい、今池のハックフィンっていうもうロックの箱があって、もう日本で一番音がでかい。もう耳が絶対壊れるライブハウスがあるんですけど、ああ、これちょっといいのかな、これ見せて。これね、本当にね、あのスキンズっていうジャンルがあるんですよ。スキンズっていうのはね、あのパンクの中に、まあジャズでもそうですけど、パンクっていうジャンルの中にいろんな、そこから枝分かれしたバンドが、あ、ジャンルがいろいろあって、でその一つでこのスキンズっていうのがあるんですね。もう曲のタイトルを見ると日の丸とか、なんかもう奪還日本とか、まあ、そういう曲をね、あのデスボイスって言って低い声で歌ってるんですけど、あのこれが僕高校生の時にめちゃくちゃ好きになって、やっぱその当時ってファッションと音楽ってかなり近くてですね、やっぱなんかファッション、好きなファッションイコール好きな音楽っていう部分がすごくあって、もうこの時は僕はもう迷彩パンツ履いて、なんかドカジャンっていう、まあ、でかい、まあ、革ジャン着て、でスキンヘッドにして眉毛全部剃って、あのそれで高校行ってたんですけど、まあそんな中ですね、あの僕の親父に、お前そんなロックばっかやっとっても飯食えんぞって言われて、でちょっとじゃあジャズ勉強するわって言って、もうそんな感じですよね。でジャズ勉強するって言って紅葉音楽院に入ったんですよ。でその時もう音楽やってる人はもうみんな気合入ってるやつしかおらんと思ってたから、俺も入学式の時もう悲観立てて、でライダース来て、そう、もうほんとなんか絶対もう気合入ってるやつしかおらんから負けとれんと思って、そうそうそう、ここが同期なんだけど、で、さとみちゃんに出会ったんですけど、もうほんとめちゃくちゃいいとこのお嬢さんで、そうそう、そんで、あのやっぱりその学校の同期っていうのはもうほんとバンド、あ、大丈夫ですかね、映ってるかな、
よかったら教えてください。コメントでなんか途切れてるよとか一回切れちゃったよとか、すごい減っちゃいましたね。なんかね、見てる人が、いや多分ね、でもね、あのそう一回切れたんじゃないかな、もしかしたら一回切れてます。やっぱりごめんなさい、なんか切れちゃったみたい。あの大丈夫、もう一回この話します。そうそうあ、みんな復活してきた。そう、この爪痕を証、爪痕と書いて証ぜひもうこれはすごいな、これ。あ、今大丈夫になりました、うん、切れたけど今大丈夫。あ、よかったよかった、大丈夫だ、よかった、びっくりした、ごめんなさいね。まあこの前これで一回消しちゃったらよくなかったけど、これ繋いだままにしとくといいのかな。そっか、ごめんなさいね。あのよかったらこのアルバム聴いてみてください。そうそう、でそっからね、みんなおのおのジャズにこうまたね行くっていうのは、まあ、おもろいですよね。やっぱね、やっぱりこうみんなちょっとバックグラウンドが違ったりするから、ジャズをこう音出すときにまた変化があって。ちなみに森永さんはどうですか、バックグラウンド的にジャズ始める前って。あ、やっぱクラシック。じゃあ一応大森さんが言ってたさっきのいいところのお嬢様というのは一応当たりということで大丈夫ですか。まだ18歳の時どうですか、その初めてその会った人がモヒカンモヒカンでここ横好きにここ刈り上げてたんですか。2年間大丈夫かなって思ったそうです。森永さんはやっていけるかなって思ったそうです。すごいやっぱり統率力がめちゃくちゃ、統率力がめちゃ強いらしいです、彼は。うん、知り合ってからはもう安心できるお兄ちゃん。あ、知り合ってからはあの安心できるモヒカンのお兄ちゃんだったということですね。そうそう、でいつモヒカンからこの髪型になったんですか、普通の。いや、もう基本はずっとないよ、ここは。あ、そうか、そこはもうずっとないですね。うん、あー、なるほど。ずっとあそこはもう刈り上げてるけど、要するにそれが立ってるか寝てるかの違いで。でそんなこんなんじゃない。あー、そうなんですか。こんなんじゃない。ソフトモヒカみたいな。いや、まあ、もうちょっと、まあ、もうちょっとソフトではないガチモヒカンよりかはちょっと低めのモヒカンらしい。まあモヒカンですね。そう、結構で色が何でしたっけ。いや、色は黒。あ、色は黒のまま。いや、怖。今のそんな僕専門学校でそんなお兄ちゃんあったらもうまず話しかけないですね。どっちから話しかけたんですか。いや、まあ、あ、そっか、そう、そう、後ろの二人同期で僕の行ってた声音楽学院の僕が入った時先生やられてたんですよ。そうだからそこでもなんかちょっと繋がってて、で、まあ、1期生なんですよね、二人は。2期生、名古屋校の2期生で、で僕はその何年かずっと後に入った時の生徒だったんですね。生徒で、まあ直接習ったりはしなかったんですけど、まあ、ある時ねピアノ練習室ですごいめちゃくちゃいいピアノの音が聞こえてきて、なんだこれめっちゃいいじゃんってなって、でちょっとセッションしようぜって入ったら先生だったって、もうめちゃくちゃ恥ずかしいやつ。あ、ごめんなさいごめんなさいみたいな。そうそう、わーあーみたいな感じ、ギター持ってこんな感じで本当にセッションしようぜっつって入ったら、もう森永先生で、もうその時はね、ね、本当死ぬかと思いましたよ。後で干される、干されるつかもうね、なんかされるんじゃないかと思ってましたけど。長谷川さんも知ってた。あ、そうそう、長谷川さんはここどういつからつながってんの。紅葉時代の時からもう長谷川さんと絡みがあったということです。そうで、一緒に演奏したりももちろんしてた、うん、ってことですね。なるほど。その時はどっち住んでたんですか、三重か。あ、三重県からあの名古屋に来てたみたいです。うん、そうだから結構まあみんなつながってたって。まあ僕はここ5年で長谷川さん多分出会った感じ。なるほどなるほど。はいはいはい。そしてその空白じゃなくて、その空白じゃなくて失われたね。そう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 失われた。それはあれですか、あのまあいいや。そうそう、だからその時からもう絡んでたし、今も絡んでるしっていう感じ。そうだから結構30代のじゃあジャズミュージシャンっていうのは結構ここは走りってことなんですか、言ったら。そんなことない。いるけどみたいな。ちょっと間に空いたってことですか、その周りが。うん、ああ、そうか、東京行ってたりとか。ああ、なるほど、なるほど。それっていうのもあったし、そう。別にあれですよね、一人一人潰してたとかじゃないですね。拳で、拳で潰してって空白作ったりとか。そう、そう、なんか、僕も初めて会った時、めちゃくちゃマイルドな人だなと思って、そうそう、見た目とこんなに違う人ってあんまいないなって思いながら、そう、絡んでました、本当に。そう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 。一番初め、バレンタインドライブでここはね、会いましたよ、今行けばね、懐かしい。んいやいや、僕チャラくなかった、チャラいって今ね。入り方がチャラかった。
どんな感じ？あ、そうなんです。あそう、なんかウィスって感じが好きだったんです、あの頃。ウィスって言いながらこの店に入るのがなんかウィスみたいな、来てやったぞぐらいの感じでね。そうそう、尖ってた時期があったということですけど、すごいな、こうやって話してるとあっという間ですね。次の曲で一応、ステージ最後の曲にしたいと思います。最後が僕のね、このカサディオギネスで撮った PV のナンバーで、インメイハム、騒動の中で、まあ、このコロナを一つの騒動と例えて、この騒動の中でも、音楽が生まれるんだよっていう意味でね、インメイハムという曲を、作りました。お聞きしていただきたいです。あ、ごめんなさい、コメント来てましたね。ストロングスタイル松下さん。まさモヒカンのお兄ちゃん、そうモヒカンのお兄ちゃんだったということです。一回ループしてましたよ。あ、よかったよかった、ごめんなさいね。今多分戻ってると思いますんで、よかったら両方の方でね楽しんでください。はい、それで今日もですね、一応概要欄の方からさっきあのちょっと投げ銭の話出てたんですけど、投げ銭受け付けております。もうね、本当にこの一票が僕らの活動を支えてます。もう今日もエストラオストラとね、本当にこの持ってきてくれたんですよ、ドラムをね。もうこういうまあみんなの協力でこの配信できてますので、もしよかったらね支えていただけたら本当に嬉しく思います。お願いします。はい、もしね、分からないことだったと、あとなんか投げ方が分からないとか、うまくいかなかったってあったら、僕にダイレクトメールとかメッセージとかくれたら全部答えますんでね、お願いします。じゃあ最後のラストナンバー、In Mayhem、 皆さんお聴きください。
ありがとうございます。インメイヘムをお届けしました。皆さん、お聞きいただきありがとうございます。なんか、アンコール来てるけど、まずメンバー紹介、大森博、オン・ザ・ドラムス。オン・ザ・ベース、長谷川秀樹。そしてピアノは森永さとみさんでした。ありがとうございました。なんかどうしよう、アンコール予約2個来てます。すごい、でも今日70分もやってるというね。まあ、やっぱりカルテット伸びますね。そう。ちょっとまあ途中、若干トラブルみたいなのもありましたけど、今日も無事できてよかった。お集まりいただいて本当にありがとうございます。さあ、じゃあラストナンバー一応お届けしましょうかね。皆さんなんか宣伝ないです？言っときたいこと、まあ、ちょっと今配信がね結構中心になってきてるんですけど、一人一人なんかないですか？ライブ、リーダーライブやります。あります？リーダーあります？あ、終わっちゃった。ちょうど終わっちゃったっていうところ。あれは、あれ入るんだ、はい、2週間の、ね、あ、そっかそっか。また別の、あ、ピアチェールっていうね、あのお店があるんですよ。そこでやられた配信ライブ、ちょうど昨日ピアノトリオでやられてたんですよ、この森永さん、ベースはあ、デミアさんね、3人でやってたということで、なんでそれまだアーカイブ残って2週間買える。もしよかったら有料ってことですかね。じゃあ基本的に有料でそちらはあるので、もしね気になる方、今日のサウンド聞いていいなって思った方はですね、ぜひそちら、ちょっとリンクね、それ載せれなかったんですけど、あの探してもらったりとか、大森さんなんか載せてます？リンク、ブログとかやってますよね。あ、森永さん、はい、あ、お店のホームページも出てる、ピアチェーレって売ってください。星ヶ丘ピアチェーレ、星ヶ丘でしたっけ？あ、高バレ、ごめんなさい、高バレ高バレピアチェーレそう、ぜひ。あ、アンコール来てます、ありがとうございます。はい、僕からはですね、あの2月の13日14日、特に14日の方ですね、あちらキランじゃない、ごめんなさい、西尾の一色町でカーネーションホールという場所でクイーンクランツの、ホールコンサートやっておりますので、またよかったらぜひ来てください。1000円で見れます。森谷若さんがね、僕以外にも出演して一緒に共演する感じになってるんですけど、僕らのステージと with 森谷若のステージでやりますので、よろしくお願いします。そして2月13日の方は四日市の66さんでライブしてるんですけど、これがあの緊急事態宣言延長だとちょっとキャンセルということで、今延長かもということでね、まあ、もしかしたらキャンセルになるかなという感じになっております。お二方はどうですか？他、まあ、YouTube やってます。 YouTube やってます。僕載せてます、あのヒロドラミストヒロ の、 あのリンクぜひ入ってもらって、チャンネル登録お願いします。長谷川さん、ごめん、ちょっと見つけれなくて、最近やってる最近長谷川さんも YouTube やってます。それぜひちょっと長谷川秀樹で調べてほしい。ずっとあったけど、ゲームチャンネルって言ってましたね、前は。あ、それ別の人。あ、別の人。あ、別の人みたいです。それは別の人です。はい。最近、まあ、あったんですけど、はい、はい。最近ちょっと動画をちょこちょこ上げ出したんで。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。出てるみたいなんで、ちょっとね、長谷川秀樹で調べてもらったら。こちらの方。はい。出てない。はい。そう、よかったらね、このクイーンクランツチャンネルの方も、カサディオ・ギネスさんのチャンネルの方も、今日気に入っていただけたという方、チャンネル登録、高評価していただけたら、グッドボタンしていただけたら嬉しいです。できないって方は、おそらくね、チャンネルを持たれてないのかな。だから、ぜひね、アカウント作っていただいて、で、コメントとかも打てるようになりますんでね、どん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 僕たちと絡んでいただけたら嬉しいです。次回は、水曜日にやっております。次の水曜日の日にやっております。多分ソロギターで行きますんでね、その時は。そして、月に1回こういう形で、あのバンドのメンバーを呼べたらいいなと思っております。また、皆さんお呼びしても大丈夫ですか？ありがとうございます、優しい。ということで、こんな感じで、ちょっといつもよりテンション高いですよね。やっぱ4人いるとね、楽しいですよ。4人いるとやっぱ全然違いますから、本当に。はい、ということで、あ、ジェスチャー、突っ込まれてます。僕のジェスチャーかな、分かんないけど、じゃあラストナンバーどうしよう。なんかじゃあさっき何やるって言ってた、あ、なんかブルースやりましょうか。じゃあね、よし、じゃあラストはブルースを1曲お届けしてお別れしたいと思います。皆さん、見ていただきありがとうございました。ラストお聴きください。さあ、じゃあ、まあ、先作曲やっちゃう。
ありがとうございました。大森博、イエー、長谷川秀樹、森永さとみ、伊藤ひよさでした。チャンネル登録、投げ銭ぜひお願いします。ありがとうございました。